それではここからはその整数同士の除算の計算量の見積もりに進みたいと思います。一応前回説明しました中国十三法は整数での中国十三法の計算でしたので、ここではその整数同士の除算の計算量の見積もりを行います。で、まずですね、その単精度整数同士の除算に、おけるそのメモリの使用量などを確認した上でですね、計算量の見積もりに進みたいと思うわけですけれども、その前に、その除算の前に乗算の時にどのぐらいメモリを使ったかっていうのをちょっと思い出してみましょう。ここでは x と y が整数なんですけれども、ともに1ワードの桁数の整数とします。ちょっとワード数で考えるのが難しい場合には、桁数で数えてもらってもいいです。十進で何桁という桁数で数えてもらってもいいです。で、x と y がともにですね、この1ワードずつ、もしくは n 桁ずつの整数であるとするならば、その積の xy っていうのは大体どのぐらいの大きさになるかっていうと、たかだか2ワード、もしくは 2n 桁の整数になるわけですね。そうすると、x と y を入力として、x と y の積を出力してメモリに格納するためには、その x と y の2ワード分のメモリが必要だということが言えたわけです。で、そこで、除算、逆の除算を考えますと、今回は次のような基本でですね、進めたいと思います。今の述べたその乗算の逆っていうのを考えますと、そうすると割られる数が、たかだか2ワードで、2n 桁で、それをこう1ワードの数もしくは n 桁の数で割ることで、小と乗与がそれぞれ1ワード n 桁になるでしょうと、こういう立場でですね、計算を進めていくことにしたいと思います。この割り算ですね、今ここでは割られる数としては A0、A1 という形で表された2ワードの多倍長整数を上げてきたんですけれども、この A0、A1 で与えられた数をこの B というその単精度の整数で割るということで、Q と R の単精度の Q は小、R は乗与を求めるということで話を進めていきますので、この今一連の計算をですね、このような形で表します。A0、A1 からなるその2ワードの数を B で割った結果が Q、小が Q で乗与は R になりますと。こういう形で表記していくことにします。で、除算の計算量としては、この計算量ですね、2ワードの数を1ワードの数で割って、1ワードの小と1ワードの乗与を求めるという演算を、これからその1つの単位と、除算の1単位の除算として数えていきます。そこで、それを踏まえてですね、これ、単精度整数による多倍長整数の除算のアルゴリズムも、これも以前示したものですけれども、もう一度復習しておきたいと思います。入力としましては、これ、K ワードの多倍長数 A で、で、あともう一つ、これが割られる数ですね。それから、割る数の B は1ワードの整数ということにします。で、そうしますと、出力の方なんですけれども、小である Q、C ですね。C は、これは K、K マイナス1ワードかな。K ワードになってますけど、とりあえず K ワードにしておいて、それから D、乗与は、割る数 B が1ワードですから、乗与 D も、1ワードの範囲内で抑えるということになります。で、その、割り算のアルゴリズムですけれども、このアルゴリズムも、実際にはこの一変数多項式の除算とほぼ似た形で行われております。筆算でですね、各ワードごとに割り算を進めていくという点に着目してください。一応、今回のレポート課題では、この単精度整数で多倍長整数を割るっていうアルゴリズムを、扱いますので、皆さんそのつもりで言ってください。で、とりあえず、今度はですね、ここの、単精度整数による多倍長整数の除算の計算量の見積もりを行います。
まず最初に、第一ステップはですね、これフォア分の繰り返しがありますけれども、中身は全部代入のみですので、これは計算量の見積もりには影響しません。で、次のフォアループ、2行目のループですね、ここから、計算量の見積もりをしていきますけれども、まずこの2行目のループでは、何回繰り返しが行われるかっていいますと、変数 i をですね、k-1 から0まで1ずつ減少させますので、ループの回数は k 回ということになります。これは θ の k と見積もっておきます。で、その中でですね、実際に演算が行われるのは、この、2行目の a のステップなんですけれども、ここで、序断が1回行われるということで、一応この演算を1回の序断というふうに単位としておりますので、ここで序断が1回行われるということになります。で、あと、残りのステップはですね、全部代入とかですね、それから数の構成をする部分ですので、計算量の見積もりからは除きます。ということで、最終的な計算量の見積もりとしては、この序断1回の θ1 の計算がループ θ 警戒繰り返されるということなので、合計の計算量は θ の k なんですけれども、k というのは、この入力の数 a の長さということでしたので、このように θ の a の長さの形で計算量を見積むことができます。ちなみにですね、この先ほどの1変数多項式の剰余付き序断の計算量と今導いたこの多倍調整数の序断の計算量の関係といいますか、どう関連しているかっていうことなんですけれども、多倍調数のデータの構造とそれから1変数多項式のデータの構造ってよく似てるんですよね。その多倍調数だと、1変数多項式だと x の1乗2乗3乗っていうごとに係数を収納していくんですけれども、多倍調数だとそれに対応して、上位桁から下位桁までですね、1ワードずつの係数を収納していくと。で、違う点としては、その繰り上がりがあるかないかって点で、基本的に1変数多項式の場合はですね、x2 乗の係数が x3 乗に繰り上がるなんてことはないので、多項式では繰り上がりはないに対して、多倍調数の場合には繰り上がりがあるわけですね。例えば1ワードに2の32乗として2の32乗を超えた係数は、次のより高位の桁に繰り上がるということが行われるんですけども、そういう違いがあります。そういった形で、その多倍調数の割り算とそれから1変数多項式の割り算のアルゴリズムはだいぶ関連があるんですが、計算量的にはどういう関連があるかというと、この多倍調数での a の長さっていうのが、実は多項式ではですね、どこに相当しますかね。ちょっと待ってくださいね。そうか、ちょっと待ってくださいね。a の長さ。これが、小の長さですかね。小の長さに、比例、小の長さに比例す、小の次数か。小の次数に比例すると。で、それから一方で、多項式の序断では、この序多項式の次数にも比例するとあったんですけれども、今回の多倍調数の割り算の方では、割る方の数っていうのは1ワードでしたので、多項式の割り算だと、その1次の多項式の割り算に相当するという対応で、こういう計算量の見積もりになっているということに注意しておいてください。はい。それからあとですね、多倍調数同士の序断のアルゴリズムはちょっと複雑ですので、今回の授業では省略しますけれども、一応参考書としてここにちょっと挙げておきました、シャープの本などもありますので、興味のある人は見てみてください。一応結論だけ申しますと、A と B が多倍調数で、A の長さが B の長さ以上であるときに、この A を B で割ると
と序断の計算量というのは、A の長さと B の長さの積のですね、オーダーに比例するという結果が得られています。ので、一応これをこの後使います。で、さらに、ユークリッド互助法や拡張ユークリッドの互助法の計算量についても、今回はちょっと授業の範囲を超えるので、証明は省略しますけれども、A と B を多倍長数としたときに、そのユークリッドの互助法と拡張ユークリッドの互助法ともですね、その計算量は、A の長さと B の長さの積のオーダーで見積もられるということを今後使うので、一応それだけ確認しておきます。ここまでよろしいでしょうか。